ミュータントの追加情報です。ミュータントのお気に入りというのを解説動画では右クリックしてブックマーク。こういうふうに自分のお気に入りホルダーに入れる。こういうようなやり方を説明していますが、そういうことをしなくてもこのように自分のホルダーにこうやって持っていくだけでお気に入りもできます。もう一つホルダーを適当に作ってみます。作ってみましたら、これもこういうふうにどんどん入れていくことができます。また複数選択のやり方でシフトキーを押しながらこのように連続したものを3つともこうやって入れるということもできますし、また飛び飛びでコントロールキーを押しながらこういうふうに選択をしておくと、これもこのようにうまく保存ができます。そして最前面でポーズの話をしていますが、それをしなくても常に最前面に表示というのをしておけばそれもできるようになりますが、最前面でポーズという Windows の無料ソフトを使う方が好きな方はそれを使うのもいいでしょう。Mac のソフトでいいのがなければ Mac の方でもこのようにして最前面にすることができると思いますので、そこらを上手に使いこなしていただいたらどうでしょうか。このようにホルダー越しというのはできませんので、音ネタのファイル単位でブックマークすることになると思います。そしてまだ他には順番で並べるということもできます。例えば長さでソートするとかいうようなことですね。時間のところ、タイムのところでこうやると順番に長さでソートができます。例えばこんな感じですね。ファイル名でやりたいときはこういうふうにするとか、そういうことが簡単にできますし、今は WAV ファイルばっかり見ておりますが、MP3 と分類するときなんかも便利にできると思いますので、上のカラムの名前のところで Windows のエクスプローラーでもそういうふうになっておりますけれども、どれでソートするか並び替えをやればいいと思います。そしてもちろんカラムの長さも自由に変えれますので、自分で見やすい大きさにしておくといいと思います。以上、ミュータントの追加情報でした。